皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もバイオハザードリベレーションズ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、エピソード5をクリアで、今日はエピソード6、ここに向かっていきましょう。まずはコンティニュー。これまでのバイオハザードリベレーションズ遅かったな、キース・クエント。まくれるよりマシだろ。で、ベルトロは。いざ、地獄の底へ。こいつはセキュリティトークン。普段の墜落機から情報が拾えそうってことです。なんだ？何が起きたの？代表、ギルとパーカーからの連絡は？海上からの捜索続行中だが、依然船の位置は不明だ。こちらジャック。船の位置を補足。即時座標を転送します。近いわ。こちらクリス。座標を確認した。どんどん増えていく。くっそー。オブライエン、これから現場へ向かう。二人はどこに？わからない。ともかく捜索開始だ。さあこれクリスとジェシカ。この姉ちゃんね、相変わらずこの格好すげえな。どうすんの、そこ怪我したら。で行きましょう。ジェネシス、これ持ってんね。アイテムなし。どうやって二人を探し出す気？考えている暇はない。しらみつぶしだ。で、ジルとパーカー、どこにいる？ジルたちを捜索する。了解。で、こっち行けません。まず扉3枚。で、こっち行ける。で、そっちね、つながっている。よしよし。で、とりあえずアイテム。弾取って。で武器はね、ハンドガンとショットガンとアサルトライフル。よし。さあ、なんかありますね。どこだい？そこ。で、マシンガン弾薬。と、こっちカードリーダー。今開けらんない。で、こっち開くのか。先にベルトロと遭遇したりしてね。奴らが出るなら捕まえ、行方を聞くだけだ。よし。で、ここに手榴弾とマップ、これ大事。セナイズ。よしよし。で、行きましょう。あー、ちょ来てよ来てよ。これどうなんの？おや、お姉ちゃんどこ行った？これどうなんの？来んの？あ、来てるっぽいね。よし。あぶねえ、びっくりしたわ。でね、多分ここはプロムナードですよね。あ、ということはですよね。見たことのない変異。ウイルスがいっぱい。今の見えんかった、くっそ。さあ、ここにグレネード、オッケー。で、ここにウォリパンチ、ウォリパンチ。よし。でね、この子は腕が弱点。まあ、ただそんなね、腕を狙ってる暇ないんだよね。だったら普通に殺していきたい。どう？さあ、リロって弾薬。後ろから来んのは反則だって。キリがないわ。突破するわよ、クリス。あ、これもしかして無限脇？突破する、どうやって？で、フラグゲット、これ取って。あ、これ多いな、奥の人。
さあパンチ当てて、どうも最大、よし了解。待って、怒りの鉄拳で、こっち行ける。あーで、そこにアイテム、そっちもよし。で、パルスグレネード、これな、そっち行っとく、行っとくか。一応回復してよし。とね、待ってね、そこの上の方ってこれなんかあんの、一応見とくか。アイテム、あ、なんかあるっぽいな、どっかになんかある。まあ多分姉ちゃん無敵でしょう。下ね。で、ここにフラグ取って、待って待って、さあこっちは、ここメーデーちゃんの部屋、あ、なんかあるっぽいな、行くか。そこ、よし、さあ回収し、弾取って、おお、これ忙しいぞ。 OK で、パルスグレネードこれ取って、あー、くっそ、今のあった、あ、まずい。 OK、 あぶねー、もういいかな、いや、クリーンハーブ、おっし、さあ薬草を取っていくでいい、もういいか。で、こっから降りて、そこに、手榴弾。よしよし。で、この奥。やっぱね、敵の無限脇はね、いかんて。えぐいよ。で、こっちからの、こう行って、そっちね。よし。お姉ちゃん。姉ちゃんは来てる？よし。で、弾薬。ここは特に何もなし、アイテムなし、行こう。ないね。何なのこの船は。ジル、パーカー、二人とも無事でいろよ。さあどうでしょう。とりあえず急いで向かっていく。とね、そっち、そこになんかあるぞ。でもぶっちゃけこの船3000人くらい乗っていられるスペースなくない？そんな広い？で、こっち、さあロードが入って、早く早く、ハリハリ、とりあえずリロって。状況を聞かせてください。ジャックス。ねえ、パーカーたちの居場所、目星とかつかないの？ジェシカちゃん、お任せを。船の現状況から、動力システムに何らかの問題が生じていると推定。二人が心臓部のある船底に向かった降参は大きいかと。可能性はあるな。船底に急ごう。で、船底か。エレベーターは無理。つまり、エレベーター無理。こっちかな。で、ここにボックスね。と、弾薬。これ取って。弾薬ここにある？配置されてる？で、こっち行けません。あっちあれか。プロムナード。で、ここに絵があって。どちらへ？今ここにいて、先手ね。多分こっちかな。あっぽいな。で、ハーブ。ハーブ取って。これハーブを使った量はね、多分ランクに影響しません。で、こっち。多分こっちだよね。早く早く。ロード早く。よし。で、カジノか。ここね。待ってね。パルスとフラグ。よし。あ、めっちゃどんどんいってるもん。怖えな。ハンドガン。絶対なんかい
そうなんだよね。あマジか、スキャグレッド2体。待って、これまずいっしょ。フラグ、これボンバーマン、おいたのボンバーマンです。あ、どうした、待って、さあパルス当てて、これ最大パンチ銃弾より痛い。あ、よし、一匹いった。どう？ということは、こいつも多分もうちょっと行くんでないの？あ、待って、へばってる。よし、ヒット率上げて、どう？生きてんな。おし、オッケー。はい、ザコー。びくしょびくしょ。なに、弾けて、なに、弾けて鍵。三つ股鉾、トライテント。今の地味にびっくりしたわ。ほんでね、鍵、鍵使ってどこに行く。こっちはで、そこね、なるほど。で、フラグ、これ取って、大量のフラグ、あれは功を奏したとね。そこにアイテム、これ取って、スロットマシン、これはもういいか。今それどころじゃない。あとね、こっちはここも多分あですね、特に何もなしで、これも大丈夫。アイテムないね。さあ、となったら行きましょう。こっち行くぞ。あ、で、こういうとこね、下に行く。だが、なぜ船内でバイオハザードか。ジルとパーカーもここで化け物たちに襲われたのか。あ、待て待て、あいつはね、やばいやつよ。爆発するやつよ。自爆兵。よし。あぶねえ。ダイイングライトもね、そうなんだけど、やっぱ自爆系の敵は強いね。てか、ダイイングライトのあいつはエグかったわ。落ちた肉塊が溜まって、ものすごい異臭がする。あっとね、待って、お姉ちゃん。お姉ちゃんをスキャン。ん？あ、こっちか。ジェシカ、なんかコメントください。特になんもない？あ、ですね。コメントなし。いいか。で、暗いんだよな。待って、ここまずいでしょ、絶対。ほら。あ、なんかいる。あ、こいつ？ぶっ飛んで。待って、ショットガンダメ。あ、そこまずくない？あぶねえ。と、奥にあいつか。よし。で、さらにフラグ。これ取って。まだいるんだよね。そこにね。見えるんだよね。足見える。さあ、ぶっ飛ばし。ここ待って、ここ多くない？なんか新キャラがね、わさっといるんだよね。もうちょっとこう配分を考えて。と、そこにこいつか。しかしね、これヒット率がね、評価に影響するってのはなんか精神的にあれだね。外すと申し訳ない気持ちになる。よし、さあスキャンして、と、そこに、おし、そこに2匹。これはね、フラグかな。いや、どうしよう、フラグで行く。そこに、ぽい、どう、あんま聞いてない。さあ、どうかな。やったっぽい。で、さらにフラグ、おし、でスキャンして、もうないかな。うん、待って、そっちで弾薬。よしよし、これでいきましょう。ああ待って、ここで一回のやつ、危ねえ。ここにいんの、びっくりしたもの。
ほんで、で、リフトか。よしよし。さあ、ここで、確かリフトに鍵が刺さってるはず。どう？だって前回やったよ。あ、だよね。で、これで、こうかな。ガチャン。で先手に向かう。よし。私にここまで手をかけさせるなんて、マーカーのやつ助け出したら絶対おごらせてやるわ。でそっちかな。で多分そっちはカードリーダーあですね。赤いわ。よしよし。でこっちアイテムなし。行こう。で、何これ、またここ行くの？確か水没エリア。あ、だよね。弾が置いたんだな。ということは言いますね。あ、そこなんか今見えたもん。ほら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 。警告。動力システムに異常発生。何？至急動力室を確認してください。で、これ動きません。で、ここにフラグ。よし。これ取って、ライトンボックス使えません。で、そこに、これ二つ、欲張りセット。どう？よし、死んだね。で、スキャンして。てか、フラグ強えな。このゲーム。で、ナイフは弱い。フラグと格闘か。ま、こいつ。ショットガンもそんなに強くない。ストッピングパワーはないね。また大きな人。よし。さあスキャンしてお薬のもと。ほんでもって、あ、でそこにいるわ。奥の人。まずこいつかな。で、やっつけてからのハンドガン。あんまり使わない。これを使っていく。よし。あ、待って、後ろから来た。あぶねえ。ほら、全然よろめかないもん、これ。何の音。よし。普通にこいつか。で、再び一応スキャンして 1%？ よし。で、弾薬。ショットガン弾16発。めちゃくちゃ多いな。で、一旦ハーブ使って、よし、回収し、16発で。あー、で、そ、あー、ちょ、これはいかんよ、いかんですよ。いや、マジか、そこ当たんの。どう？やったね。配置がえぐい。よし。とね、ショートガン。これリロードして。ここ結構長いな。ああ。ほいで、ほいで。あ、待って、これさ、なんでこれ這いずってんの、そこ全員。なんなん？よし。さあ、やっつけた後は、いません、そっちいませんね。よし。さあ、スキャンして、これ、プラス1。プラス1はなんなん？とね、こっちは？ここなんもなし。で、待ってね、危ない。こっちか。ここね。動力室はその辺りです。急いで。了解。
ここも空っぽね。どこへ消えた、ジル。さあ、これでチャプタークリア。で、実はクリスたちが向かっていたのは、ジルたちがいる船とは別の船だった。クイーン・セミナミス。そんなことある？まあ、あったんですね、このゲームでは。さあ、ここでジル、この部屋から脱出する。一旦潜ろう。なんかないか、どっかに。マップ、そこになんかピカってる。この辺、ここら辺。待ってね。パッと見なんもないぞ。一旦息継ぎして。おや、息継ぎできなくない？あ、こっちね。よし。で、再び戻って、待って、そこに、パイプフィニッシュ。これ取って、どう？これどう使う？そこかな？ちょ、ちょ待ってね。ここじゃない？どう？よし。さあ、抵抗の原理。ダメ、折れちゃった。どうしよう。もう少しで開けられたのに。なんというのんきなコメント。で、再び密室にして、となると下の方、そこに OK、 たまったま見つけた。さあ、パイプ2本目。3本目ない？ありませんね。よし。で、再び上がってこっち。どう？さあ、パイプ2本目、どうかな。 OK。 間一髪だったな、ジル。まだ安心するには早いわ。よしよし、ちょうどここで水が止まっていた。助かった。とね、アイテム、そこに何かあるよ。で、フラグね。よし、フラグ1個とショットガンの弾と弾薬ケース。誰がここに置いたん。一応リロードして、ショットが4発な。もうちょいいいショットが欲しいわ。まだ浸水が続いてるわ。動力は回復したはずだ。あ、で、再びここね。に戻って水密扉を閉めるぞ。待って、どこ行くって。管理室。そこね。これどう行くんだ。一旦ここ、こっちか。こう行って、待ってね。できません？いませんね。海洋パニックアクション、あのポセイドアドベンチャー映画の、結構ね、古い映画なんですけど、あれね、確かこう船が逆さまにひっくり返って、で、あーバカも。でね、先手を目指すんだよね。そこは上になってるんで。よし、さあ、ぶっ殺して。もういません。ほんでここで、そっちか。通路と、あい、絶対、あい、いるんだよ、ほらほら。死んだ、よし。この魚ね、今んとこね、特に嫌い。あれ、ここね。
ほら、いるんだよな。デビルメイクライ4のあの魚もね、いやらしかったね。あれ、こいつね、なんか、わけわからんとこから湧いてくんだよな。ほら、バカなんじゃない？しかも水中にいるとき、ノーダメージでしょ？これずるいよね。よし。さあ、殺して、リロードし、アイテム、ありますね。そこね。とね、多分これ前壊したような記憶ある箱ね。復活している。動力が回復してる。いけるわ。これでいい。ひとまず安心だ。管理システムをチェックしてみるわ。通信システムにエラーかよ。アンテナでも折れてるってのか。直せるかもしれないわ。場所は展望台。きっと見晴らしもいいわ。だな。急ごう。さあ、お次は展望台。展望台か。ホールから登れるみたいだな。で、ここにアイテム。ライフルの弾。これ使えて。一旦このアイテムボックス。これ開いて、で、カスタムパーツ、デイズ1。と、ダメージ2。ね、ショットガン。ここにダメージ2。と、デイズ。ストッピングパワー、プラス 50%。これはでかいよ。こっから、これ外して、つけっぱなしだった。で、AUG。ここに、よし。ダメージ1。押しと。今のは損していた。ずーっと損していた。でね、パーカーはラッセル・クロー。あの人がモデルなんじゃない？んで、ここも水。浸水は止まったのか。水がまだ。大丈夫。水密扉を閉めたから、しばらくは持つはずよ。あ、待って待って。今の危ねえ。パーカーすまねえ。わしは先に行く。大丈夫？今のずるいよ、それ無理だよ。行くで。とね、オブライエン。あの人は多分、モデル船越英一郎。ほんで、お次は、リフトかな？あ、ですね。違う！俺たちがいるのはクイーンセミナビスだ。船が2隻あることはクエントラのその後の調査で判明した。クイーンゼノビアはその船と同型の姉妹船だ。おそらくジルとパーカーはそこに捕らえられている。正確な位置は割り出せたのか？まだだ。だがこちらも今全力を挙げている。時間は少ない。押してる間も。ああ、数時間前まで2隻は行動を共にした可能性が高い。周辺海域を捜索してくれ。ああ、分かった。なんかそういえばこんな展開あったな。てか分かるだろう、船に入る前に。ほんでね、まあ起きてしまったことにうだうだ言っても仕方がない。これは本当に仕方がない。で、そこにパーツ。これ前取り忘れたやつ。これ取って、ほんでどっちだい？そっちね。となるとそっち側かな。こっち？いや、こ、んー、ちょ待ってね。こっち？こっちかな？入ってみて。あ、ですね。よし。さあ、こっち来て。あ、ここのなんか通路、ほら、ぶよってるさ、ん？そう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 。こいつだよ。
これ絶対動くんだろうな。どう？ほらほら、奥の人、奥の人。あ、しかもなんか強キャラ集。意外とそうでもない。まだ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 。爆発する。バカか。こいつは？いいの？寝てんの？よし。なあ、ベルトロの目的は何なんだ？俺たちを撹乱するばかりで姿を見せやしない。あのガスマスク、犯行映像を流した後は消えたままね。にしても状況がさっぱりわからん。早く展望台で本部と連絡取らんとな。ええ、クリスタスの消息についても何か情報があるかもしれないわ。さあ、で再びカジノ。一旦これ開けて、でカスタムパーツバインド1、これをここに組み込んでいく。敵を足止めする力を 100% 上昇させる。これ強くない？よし。でこれ迷いました。アイテム、どっかにアイテムがある。そこね。よし。でさらにカスタムパーツ、これ何？さあ、なんじゃらほい。クリティカル1、ハンドガン。いや待ってね、これこそこっちかな。よし、クリティカル率を 30% 上昇。これつけて、よし。さあ今日からアサルトライフルマン、いくぞ。ほんでね、再びカジノ。本当にもうなんかまるっきり作り一緒ね。でこっちはここに、なんだっけ、スキングレッド、あいつがいませんと。でからのこっちか。今ですね、ここね、もうちょい、まだかな。なになに、何の音？一応隠れる。うん、敵いません。パーカー頼む、先陣を切って。あんた死なないでしょ。うん、あそこね、エレベーター、これか。動いたわ。乗っかって、よし、こいつで展望台に直行だぜ。待て、直行とか言うな、なんかフラグが立つ。行けなくなる気がする。ほら、早いんだよ回収が、フラグの回収が。ない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 。上よ、何かいる。なんかいる。あ、待って、弾持ってない。ハンドガンで行こう。どっちどっち。うお、硬い。あの外周は硬い。さあ敵を撃退する。いってこんな無理だろ。当たるだろ今。パワフルすぎだぜ。なんてこった、化け物と登場しまったぜ。さあ次はそっち。待って、これね、硬い。よし。さあ次、こっちじゃないでしょ。よし。さあ次はこっち。 OK。どう？帰ってった？いや、待てっぽいな。いますね、全然いるわ。いや、だからさ、それ食らうだろ？ずるすぎるよ、それ。で、目玉そこに。待ってね。ハーブ。ハーブもうありませんね。マジか。ないわ。さあリロって、あ、これまずかな。おし。さあどこな。気配が消えた。助かったの？その、なんなんその気配でさ、
判断すんと。おしよし。で、ここにハーブ。ようやく展望台に着いたな。見晴らしいいんだろうに、夜なのが残念だぜ。で、コンテナボックス。特になんもなし。ハンドガン。これ全然もうたまりません。と、ショットガン。と、マシンガン。弾くれ、弾。置いたに。でさ、なんでしょう。ここにボンベね。ボンベいっぱい。で、これは？これ空き缶ね。あっ、あっ。さあ、出ました。サザエさん。逃がしてくれる気はないみたいよ。一旦これ、ビリビリ。あ、聞いてない。おお、突進か。あれ確かね、回避できたっけ。で、フラグ、これ取って。おし。さあ、回避してからの、こっちへ来い。もうちょいこっち来て。おし。さあ、ダウンして。ちょっとダメージ取ったっぽい。あとね、そこのピロピロね、出てる、そこね。待って、一旦こっちに引いてからのフラグ。おし。さあ、回避して、そこ。今の結構いったで。おしよし。さあ、回避して、そこ。これライフル弾、これ結構落ちてんな。あいてー、避けたと思ったんだけども食らいました。でここにポーチ、これ取って、あー待って、怖い怖い音がする。あー、あ待って、はまってる、はまってる。おい、透明化すんな。待て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 、いやこれ 見えんもん。何された。あ、で再び来る。おし。さあ、かわしてからの、そこ。どう？で、フラグ。こいつ、勝手な。おし。さあ、どうかな？何のポーズ。いや、それ絶対食らうんじゃないの。ジャンプ回避とかないよ。さあ、ショットガンこれ拾って、あ、なんかポーズ変わった。いや、今の回避したと思ったんだけどな。さあ、ハーブ。あぶねえ、こいつ硬すぎないこれ。さあ、ここにマシンガンの弾、これ取って、あ、今の前期連打したんだけど、あ待って待って、これガチやばいやつよ。待って、そのハメ何。いや、これ申し訳ない、そのハメなんな、マジか、これ初めて死んだわ。今のハメは、まあ、ずるいというか、モンハンっぽいね。モンハンですね。で、ハンドガン。これ捨てて、ライフル持とう。いや、この子は強いわ。さあ、これ捨てて、で、ライフル。よしよし。こんなもんかな。さあ、これで、リベンジマッチ。いや、さっきの3連アタック、あれはえぐいわ。あんな初めて。あんなあるんですね。このデカブツ、さっきのやつか。ええ、逃がしてくれる気はないみたいよ。さあ、この子をやっつけていく。待ってね。
一旦このボンベ、これ当たる？どう？よし、食らい上がったぜ。よし。でね、これ待って、格闘あ、できませんね。いや、これまずったな、さっきの。そこ、これ当たるんでね、そこの、なんか実っぽいとこ。でも、こっち向くんだよね。もう一発、引いてやがるぜ。よし。待って待って待って、そっち移動が遅せっくん、くそ。もっとそのパーカーの方行って。ストレートすぎる愛の甘い。よし、なんなんだこいつは。これで生物なのか。薄気味悪いなりしやがって。危ない。さあ回避して、どう？肉。くっそ、もうちょい連射したい。危ない。いいよ。うん、効いてるっぽい。よし、さあリロードして。この子ライフルか。おしよし、ナイスナイスパーカー。うん、ライフル使ったら本当にあっさり。とんでもない野郎だったな。まったく今夜は災難続きだ。ライフルいいね。なんか見直したわ。で、一応スキャンして、サザエさんね、強えな、ほんとに。アイテム、特に何も出してない。ですね。で、それと、そっち。ここにハーブと、よし、マシンガン。っていうかあれか、あのさっきの三連撃。あれがね、エグすぎた。で、ショットガン。これ取って。アンテナはこの上ね。で、この上。装備、これでいこうか。ハンドガンいいわ。よし。で、カードキー。これゲット。とね、他には？ここもなんかあるっぽい。そこね。で、ライフル弾。それと、西か。ベルトロ工作員の日記。その1。2004年某日、我らの悲願、最終作戦がついに動き出した。我らが指導者、ジャック・ノーマンより、作戦の概要を聞かされた時は誰もが耳を疑ったが、途方もない作戦は間もなく現実となる。これも閣下の鉄の意志と、理想に応じた協力者たちのおかげだ。作戦には今回の資金協力者が提供した、偽装された豪華客船が使用されるらしい。堕落した人類文明の象徴たる豪華客船が、ウイルスタンプの母体とは皮肉が効いている。私には客船の遺跡、クイーンゼノビアの接収に立ち会う任務が与えられた。ベルナル・コルティ・シルス。で、さらに2004年某日、作戦決行まであと12時間、身の内から不連が湧き上がるのを抑えられない。興奮と恐怖、その両方だ。客船の先手奥に隠された研究施設には、新たなウイルスと実験により生み出された異形の生物兵器どもがひしめいていた。新型ウイルスは水に溶け、飲料水からも感染して人を怪物化する。別途に供与されたハンター型 BOW で地上を制圧し、その粉に乗じてウイルスを散布する。この作戦により、あの醜く欲望にまみれた海上都市は、確実に地獄と化すだろう。で、それがテラグリジア。地上に地獄をなさねば人の目は塞がったままだ。ノーマン閣下はそう言った。あの銀髪の資金協力者もその心情に共感したのだろう。我らも同じだ。ベルナル・コルティ・シルス。さあ、気になってくるのは銀髪の資金協力者。それが一体誰か。
で、こっちね。ほんで、ここにアイテム取って、よしよし。で、からの措置。久方ぶりの外の空気だ。夜風が気持ちいいぜ。ほんとだね。船に乗り込んだ時は、こんな事態になるとは思わなかったわ。で、ハブ。七点抜刀の連続だったな。本部と連絡が取れて、事態が収束すればいいんだけど。とね、アイテム。ありませんね。うん。そこにハンド。ハンドマーク。手形を取って。で、これか。アンテナの配線をチェックするわ。で、またこれやんの。謎のパズル。これ結構こんがらがってんな。よし、これで通信できそうね。試してみるわ。頼むぜジル。こちらバーミリオン本部応答。オブライエンだ。二人とも無事か。よしよし、繋がったわ。ボス聞こえるか。状況を確認させてくれ。こっちは大変な騒ぎだ。ああ、全ては罠だった。我々は踊らされていたようだ。どういうこと？全てが罠？何の話だボス。なぜ黙る？答えろボス。そのままで待て。緊急回線だ。話はまだ終わ。オブライエン代表、欧州連盟の外交部から緊急連絡。衛星軌道上で動きが。外交部の連絡？続けろ。はっ。テラグリジアで使用した太陽光集積システムが再使用の起動段階との報告。あれが動き出しただと？こちらもクイーンゼノビアの位置をつかんだようだな。相変わらずだ。パーカーボス、どうなってる？ああ、緊急事態だ。太陽光集積システムに動きだ。その狙いは地中海上、ベルトルのアジトである偽装客船だ。テラグリジアを焼き尽くした衛星が私たちの真上。犯行声明は無視で、この船ごとベルトルを滅却する気？ボス、早く脱出の手配を。すまん、それは許可できん。さあ、これでエピソードクリア。で、なぜか脱出を許可してくんないオブライエン。一体どうして？で、トロフィーをゲット。ボスどうなっている？本当だよ。さあ、トータルして今回ね、サザエさんに一回殺されてしまった。これが非常に残念。で、レイド用の新コスチューム、これをゲット。さあ、ではね、今回も一旦これで終わりにして、で、また次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回バイオハザードリベレーションズでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。